プリペイドカード、プリペイドカードとは、あらかじめ入金して積み立てておく形。前払いで一定金額の価値を有し、商品やサービスを提供してもらう権利のあるカード型の有価証券、金券。プリペイドカードはトラベラーズチェックなどと同じく前払い式決済の一種である。ただし、クレジットカードや預金口座から即時引き落とされるデビットカードとは異なる。 プリペイドカードとは次のような特徴を有する磁気カードなどのカード類である。事前に代金を支払って購入するもので商品券と異なり残額がゼロになるまで繰り返し利用できる。発行者側には使用完了までの間に資金運用が可能。少額決済のために釣り線の用意や販売機等に投入された硬貨の回収の手間が省けるなどの利点がある。 また利用者側には、小銭を持ち歩く必要がなく、軽くて持ち歩きやすい、カードによってはプレミアム、おまけやポイント還元により、現金での決済より有利、などの利点がある。基本的には、時期で記録するカードであるため、記録するデータ量がさほど多くなく、また市販のカードリーダー、ライターで偽造が行いやすい。そのため、偽造カードの流通が、 大きな社会問題となっており、広角カードの発売及び利用停止、テレホンカードや、オレンジカードなどや、さらに、プリペイドカードシステムそのものが廃止、イワイカード、オレンジカード、フミカードなどされたものもある。偽造対策のために開発された IC カードの一部や、国際ブランドのプリペイドカードでは、繰り返し代金を追加して利用できるカードもあり、一部の、 電子マネーと近い機能を持っている。また、モバイルアッツチェックのように、磁気式ではなく、スクラッチカード印刷で1位の番号を記入したカードもある。これらのカードは、購入後、1位の番号を携帯電話等に登録して、購入金額の利用権を登録する形で利用する。また、コンビニエンスストアなどでは、金券類などの盗難対策として、チケット用しないしは、 関熱式のレシートなど、シートに登録用の番号を印字して発行されていたが、最近では、プリペイドカードの裏面のバーコードをポ s レジに通し、購入処理が行われたことによって、プリペイドカードの残高が有効になるシテム、ポサ方式が導入されたことにより、カード式での販売が再び行われるようになった。 カードは多種多様に富んだデザインのものが発行されており、チャージができないものは残額を使い切った後は使用用途がなくなる。使用済みプリペイドカードは回収してリサイクルされて別のプラスチック製品の原料になるほか、コレクターが収集目的で買い取ることがある。これを利用して援助団体が発展途上国への援助活動などの活動資金の資金源として 使用済みプリペイドカードを回収していることがある。また、一部のプリペイドカード採用事業者では、使用済みカードを特定枚数集めて、特定金額の未使用カード1枚と交換するシステムを実施している事業者がある。アメリカ合衆国は、プリペイドカードの先進国となった国であり1976年に地下鉄で利用されたのが始まりである。プリペイドカードについて、 米国では州により規制が異なる。プリペイドカード発行のための法的な資格要件が定められておらず、所持人に対する特別の保護もないところもあるが、州の法律によって発行条件が厳格に規制され、発行主体の倒産時の所持人保護について規定している州もある。アメリカでは詐欺まがいの使用できないテレホンカードが流通して社会問題になったことがある。 日本では1982年に宮殿電工社がテレホンカードを発行したのが最初とされている。プリペイドカードの多くは資金決済に関する法律によって規制される前払い式支払い手段の一種である。日本では1989年平成元年の前払い式商標の規制等に関する法律により法規制が行われ同法はリペイドカード法と呼ばれていた。 前払い式商標の規制等に関する法律に、代わって2010年、平成22年に施行されたのが、資金決済に関する法律である。資金決済に関する法律によって、通常、発行主体は、内閣総理大臣、財務局への届出が申請を必要とし、毎年3月9月末時点で発行したカードの未使用残高が1000万円を超える場合、 残高の半分以上の発行保証金を供託しておく義務などを負う。ただし、交通機関の回数券などは別の制度によって保全され、ハイウェイカードなどのような特殊法人が発行するものは、この法律の適用から除外されている。日本ではこれらの法令のほか、プリペイドカード取引標準約官及び加盟店、規約令も定められている。下記のものがあるが、その他に、 SMBC 信託銀行や新生銀行、バンコドブラジル在日支店等の外貨預金利用者を対象に当該口座からチャージして国外で引き出すためのプリペイドカードも発されている。バーチャルカードとはインターネット上の決済のみで使えるカードである。下記のもののほか、三菱 UFJ ニコスやオリエントコーポレーション、ジャックス等がすでに自社のクレジット会員を対象として クレジットのショッピング枠からチャージして、本来のクレジットの会員番号とは別の番号で、ネット決済できる、プリペイド式のバーチャルカードが設置されている。ハウスカードとは、決済に使用できる対象が特定の会社の製品やサービスに限定されているものを言う。上記のほか、交通系のカードが多数存在する。ビザマスターカードなど、国際ブランドが付与されていて、 クレジットカードと同じように使用できるプリペイドカードをブランドプリペイドカード、ブランドプリカと呼ぶことがある。これらのカードは実店舗で利用できるようにカードを発行するタイプとネットショップでの利用を前提としてカードそのものは発行せずにカード番号の発行のみを行うバーチャルタイプのカーが存在する。カードによっては店頭に置いてあるカードに署名をすれば すぐに入金して利用できるタイプのものもあり、これらのカードには表面の契約者名の部分にカードホルダーやカードメンバーなど個人名が記載されていないことがある。残高以上の決済がされないように利用の都度、信用紹介による確認が必要なため、クレジットカードとは異なり信用紹介端末やインターネット以外での決済には対応していないことが多く、 インプリンタによる決済ができないように、カード番号などのエンボス加工がされていないものが、ほとんどである。支払いしようとした金額が、カード残高を超えた場合、信用紹介が通らないため利用することができず、カード決済の性格上、他の決済手段と併用して支払うこともできない。不足分を現金で決済すことが可能な店舗もごく、稀に存在する。その他、 定期的に支払いを行う処理、公共料金の月額利用料の支払いや、決済金額がその場で確定しない処理、セルフ式、ガソリンスタンドにおける給油料金支払いには利用できない。一度入金した残高は、現金での払い戻しに対応していないものが、ほとんどだが、手数料を支払うことにより、残高を現金で引き出すことが可能なものもある。 2016年以降、国外での決済や ATM 引き出に対応するカードの場合は、個人番号を届け出ないと発行できない場合がある。あるいは、発行可能であっても、国内利用のみに制限される場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。